皆様こんにちは若林玄太です僕が演じる役はシマチンという役名ですねそのタクマさん演じるウーやんたちと一緒にひまわり層に住んでいる男性ですごくなんかん僕はその初めて本を読んだ時に本当に可愛らしくて愛があってその皆様に愛されるようなキャラを演じます本当に一番最初に出てくる気持ちはものすごく嬉しかったです クマさんの作品の中で口づけは東京セレッソのデラックス時代もやってますしタウエスになってからもやってますしあと映画も出ていてすごいファンが多いと思うんですねだからそれを2020年の口づけはもっと何か実は僕2回目の,そのタウエス去年も出させていただいたんですけどその時すごく感じたのが。 稽古でみんなで頑張ってやってきたのをお客さんの前でその演じた時のあの興奮とか感動っていうんですかねで終わった後のカーテンコールでお客さんから拍手をいただいたあの何て言うんですかそのもうどうしようもないもうすっごい本当に嬉しい気持ちがすごい忘れなくてそれをまた今年も味わえると思って味わえるっていうかまた今年もそういう風にお客さんから。 見ていただいて同じ空間を作れるっていうのはすっごい嬉しくて、そこを本当にお客様と同じ素敵な空間を作れるように頑張っていきたいと思っています。えっと今はその劇場に来るのも本当に来ていいのか来ちゃダメなのかわかるその自分の気持ちだけでっていうそういう感じじゃないと思うんですけども、もしその劇場に来ていただいたら僕たちと一緒に最高の空間を で最高のものを持って帰れるように僕たち一生懸命頑張りますのでもしよろしければ劇場でお会いしたいですよろしくお願いいたしますタクベス第八弾口づけは10月16日から開幕いたしますお楽しみに